はい、ですね、やっと奄美トレイル全線踏破できました。感想なんですけども、なんせ自分が関わったトレイルを自分で全部歩ける、これってものすごく快感ですね。まあ妙に尽きると思います。どの場所も綺麗なんですよ。で、あっと思った場所にすぐ立ち止まって見ることもできる、写真も撮れる。だからそのことはね、思い出深いですね。ですから、どこがいいじゃなくて全部良かった。でね、そこでね、ちょっとね、面白かったのが、人が少ない集落なんかでも全部綺麗なんですよ。細っりとも草も生えてるし、まあ多分ハブへの対策はあると思うんですが、なんかその集落を皆さん愛してるんだなっていうのがよく伝わったんですね。これって本当はね、日本ではどこにもあった原風景かもしれませんけども、あの海には残ってるなって、そういうことを感じました。一般的に島へ来ると海で遊ぶとかそういうのが多いと思いますが、有名な、ポイントとなっているのは観光地じゃなくても、いろんな場所にふっとした面白い場所、そうですね、例えば龍郷町だったら教会が結構多いんです。なんでこんなに教会が多いの、しかもその教会というのは集落に組み込んでる、そういうのを探るのが楽しいし、まあ、今の季節はサトウキビシーズンでしたけども、そのサトウキビというのは当然、ね、あ、こうやって刈るのか、でその刈り方ってのも機械で刈ったり手刈りがあるんだっていうことも楽しみです。あとその島に一番立派な工場が実はサトウキビ工場だったっていうので、すごく思い出深いですね。しかもね、そのサトウキビ工場の近くに行くとね、なんか甘い壁が漂ってきますね。秋田だな、いいなと思いますね。もちろん海遊びならいいに決まってます。でもちょっと歩くだけで、その島民の方との触れ合い、その距離が近づきますので、そこはぜひ、普段の旅でもう一歩一歩進んだ形で歩いていただきたい。そのための一つの方法として奄美トレイルというのを使っていただければなと思います。もちろん旅行者は来ていただきたいんだけども、一つはですね、自分たちの例えば、与論は一つの集団なんですが、2つの町村がある、3つの町村があると思うんだけども、他の町村の方に行って歩くっていう機会って多分ない方が多いと思うんです。でもそれぞれの集落の人たちが自分たちのいいところをピックアップして作り上げたのがこの奄美トレイルです。ですからまずはその隣町とか自分の町でもいいですから、ちょっと歩いてみてください。そうすると自分たちの住んでる島集落が、ね、いかにいいか再発見できます。そのことを踏まえていろんな人たちにまた PR していただければ、きっとこの自分たちの島を自信を持って、さらに自信を持って PR できるんじゃないかと思います。奄美やっぱり日本につながりました。